圭介のソングス&ドッグス、週末はミュージシャン。始まりましたが、風が強くてね、海辺で撮影してるかのようにゴー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 としてます。ソングス&ドッグス、週末はミュージシャン。お花畑でいい、うちの畑でして、もう草むしりずっとやってました。1時間半ぐらいはかかったかな。結構手がくたびれてますね。生え具合も油断すると本当に畑か草原かっていうぐらいになっちゃうので、まあ時々気合い入れてやってみないと。風強いな。しかし、今週の1曲は嘘くさいアサニという、曲です。この後は何でもない景色で大変申し訳ないんですが、この後なんか荒れそうなんで取り急ぎ収録してるんでね、どうぞ。では嘘くさいアサニという曲を。この世の終わりみたいな夜が明けると、お前の笑い顔みたいな嘘くせえ朝で、あたし酔っ払ってただけで、あたし酔っ払ってただけ。お前がそう言うなら、そういうことにしよう。酔っ払ったお前抱くのも気持ちいいもんだったな。ねえ、あたし忘れられるかな。ねえ、あたし忘れられるかな。したかったんだろうな。ねえ、あたし歌ってよ。ねえ、あんたあたしを歌ってよ。歌えと言われりゃ俺歌うけどよ。お前と消えた方が歌になるのかもな。ねえ、あたしを歌ってよ。ねえ、あたしを歌ってよ。
前あんたと私似合ってる。ほんの少し先の寂しい予感隠して二人ってのもこれで案外本気で孤独なもんだよな。ねえあたし幸せよ。ねえあたし幸せよ。終わったはずの夜を引きずったまま俺たちどうしてまだくっついてんだろうな。お前のことなんて嘘くさい朝にいかがだったでしょうか。今ね場所は移動して、黒磯の駅前のクルルさんのところに久しぶりに来ました。正月っていうかそうですよね、年始のお祭り以来だと思います。時は寒い中外でのイベントですごい人数でしたけどね。今街中のお祭りではないので、中から歌声は聞こえますけど静かな感じで風だけビュービュー吹いてるんでね、どこでどうやってこう話をしていいのかよくわかんない感じですけど、まあしばらく自粛されてたイベントがまた戻ってきたんでこれから一コマ歌ってこようと思います。明日は西那須野の朝市がありますし、だいぶそのやれるべきというか歌えるような場所は増えてきてる状況ではあります。あとは自分の仕込みの時間がね、仕事を言い訳にして、そこやってないっていう非常に良くない状態なんで、そこだけ改めていきたいなと。非常に風が強くて音声難しい中お届けしてまいりましたが、春風というよりは冷たいよ今日は。先週桜満開のお祭りとかやってるのに、やっぱりね4月ってこういうことあんのよね。今日本当にビュービューして冷たい感じでした。また元気にお会いしましょう。さよなら。